今回はかぼちゃのスープを作ります。それでは材料をご紹介しましょう。かぼちゃ1/2個、玉ねぎ1/2個、豚ひき肉 50g、 コンソメの素2個、牛乳 400cc、 生クリーム 50cc、 塩少々、胡椒少々です。まず材料を切ります。かぼちゃは種を抜きます。皮はところどころ抜きます。かぼちゃを刻んでいきます。一口大ぐらいに切ります。玉ねぎは薄切りにします。玉ねぎ、ひき肉全部入れて、ひたひたのお水で煮ます。中にコンソメを入れます。これで柔らかくなるまで煮ます。はい、柔らかくなりましたらこれをミキサーにかけます。はい、これを鍋に戻します。はい、ここへ牛乳を入れてきます。スープの濃度によって牛乳を調節してください。はい、沸騰してきましたらアクを取ります。塩コショウで味を整えます。食べる直前に生クリームを回します。かぼちゃのスープの完成です。エネルギー250kcal、 塩分 1.5g、 お子様からお年寄りまでみんなで楽しめる栄養満点のメニューです。今回はかぼちゃについてお話しします。かぼちゃに多く含まれるカロチンには皮膚や粘膜の保護をする働きがあるので、風邪や胃潰瘍の予防に効果があるほか、ミネラル分は代謝を良くして血行を改善します。それでは材料をもう一度ご紹介しましょう。かぼちゃ1/2個、玉ねぎ1/2個、豚ひき肉 50g、 コンソメの素2個、牛乳 400cc、 生クリーム 50cc、 塩少々、胡椒少々です。栄養たっぷりのかぼちゃが丸ごと味わえるスープです。玉ねぎとひき肉のコクが加わった本格スープがミキサーで簡単にできるのも嬉しいですね。今晩の食卓にぜひいかがですか。野菜中心のお料理で健康な生活を送りましょう。来週は大根と鶏のつくね煮です。